7月25日です。パンナメロンのおまけ品、木の頂上の方に鳴らしたのもそろそろ全部熟してきましたので、最後のとってパンナメロンの今年の収穫は終わりまして、栽培終了したいと思います。こんな感じで今なってます。もう熟してると思います。このメロンで受粉後2ヶ月になります。そして隣に網に入っているのがあるんですけど、これはプリンスメロンです。プリンスメロンも収穫しながらさらに自然受粉したのを鳴らしてますんで、なかなか終わりません。まだ木もしっかりしてるんで、プリンスメロンはこのまままだ栽培を続けたいと思います。そしてこちらを見ますと、レノンメロンですけども、これもまだいっぱいなってます。木もだいぶ傷んでますけども、もう少し置いてですね、ちょっとまだこちらの方がメロン若いんで、もう少し置いてから全量収穫したいと思います。今年はまだ木がしっかりしてますんで、最後まで収穫できるんじゃないかと思ってます。8月24日です。メロンがいよいよ最後になってきました。おまけのメロンももうおしまいです。これが最後のメロンになります。これがプリンスメロンの最後です。前の枝はもう取っちゃいまして、ここのみちょっと葉を残してます。これから最後に、こちらがネットメロン、ギリギリいくつかなってますけども、これも収穫して今年は終わりたいと思います。こちらの味はどうでしょうか。品種が来てますんで、糖度はある程度上がってるんじゃないかと思います。これで今年のメロン栽培を終わります。